お母さん登場するんですか。はい、リスニングテストってやつ。そうです。ツズツツ、はい、喋れば喋って喋られるし、喋れば喋れて喋られる。どういうことですか。これタントゥイスターですね。ホーテル始めました。さあ、はい、今回ですね、アツさん。お願いします。最近、アツさんのチャンネル、津軽弁いっぱいやってて。そうなんですよ。もうなんか、英語関係なくなっちゃったんですけど。ニックが聞かされてるみたいな。そう、全然ね、もういじめですよね。津軽弁ね、うん、結構深いんですよ。ズズみたいな、はいはいはい、なんか日本語にない発音とかもあったりして、はい、すごいなんか面白いなと思ってるんですけど。それでうち実はですね、はい、津軽弁ネイティブ知ってるんですよ。お、そうなんですか。はい、実は誰ですか。母親が津軽出身なんですか。津軽出身なんですよ。はい、なんで津軽弁ネイティブなんで。あ、じゃあ津軽弁ネイティブの子なんですね。そうなんですよ。でもバイリンガルにしてくれなかった。あ、そうなんですか。家では喋ってなかった。喋ってなかったです、一切。あ、なるほど。だからあの電話出る時とか、あ、ちょこっと聞いてたんですね。そしたらいきなり外国人になるみたいな感じ。なるほどね。あ、そうなんですね。ちょっとじゃあアツさんのこのいろいろやってたんで、ゲームやってました、やってました。つづつづゲームで、バイヤー高橋さんのやつ。そうです、つづつづゲーム。わかんのかっていうのね、ちょっとまだバイリンガルだと思うんで、多分。おお、お母さん登場するんですか。はい、大丈夫ですか、お母さん。わかんないです、ちょっとかけてみたいと思います。しかもアツさんだんだん喋る、知らないですね。知らないと思います。 YouTube わかんないと思います。出るかな。もう遅くて寝てますとか。もしもし。あ、もしもし、今撮影してるんですけど、はい、撮影あのね、つづつづゲームっていうのがあるね。つづつづゲーム。つづつづ、そう、つづって言って、それが標準語だと何になるかっていう、まあ多分聞けばわかると思う。うん、ちょっといいですか。じゃあちょっとこれ聞いてみて。はい、うん、あ、初めまして、あつです。あ、今あつさんっていうすごい有名な YouTuber の方がいます。ここに、すいません、お邪魔します。はい、こんばんは。こんばんは。じゃあ流すよ。聞いて、はい、聞こえる。はい、今聞こえた。うん、聞こえた。はい、これ標準。え、チーズ。すげえ。正解。すごい。やっぱり分かるもんなの、これは。分かるでしょ。まあそうか、標準語にするとつづにしか聞こえないものが津軽弁には4つあるっていうね。それを聞き分けられるかっていうゲームなの、これ。うん、リスニングテストってやつ。そうリスニングテストってなんかあるじゃん。そう津軽弁のリスニングみたいな感じなんで。じゃあ次、はあ、はい、はい、そりゃそうだよね、はあだよね、それ。つづつづ、はい、え、ちょっと待って、聞こえた。うん、土は分かったけど、もう一回ちょっと言ってください。もう一回言って。つづつづ、はい、分かんない。いや、これネイティブの人が喋ってるんですか、これ。これノンネイティブが喋ってる。あ、これは津軽のネイティブが、津軽のネイティブが喋ってるっていう。その前後のあれが分かるといいんだけど、今の2つの答えは、はい、知事と筒です。知事と筒だって。筒、あ、その前後のあれが入ってれば、その状況が状況がコンテクストが必要。知事は分かるの、これ。青森知事とかさ、あの県知事の知事。知事って分かるよ。つづなの、それは。年配の人だってつづっていう。ああ、年配の人はつづっていう。ちなみに今回出てくるつづは4種類あって、はい、チーズ、チジ、つつ、土の4種類の中から必ず出ます。はい、土だとつづって言うけど、え、つつはなんて言うのじゃん。丸いつつはお茶のつつね。ああ、そう、それはつづ。つづで、土はつじ。そっか、そうか、辻の、津軽でも辻になっちゃう。辻の人もいる。辻の人もいるってことね。なんだろうな、男の人と女の人とかでも違うし、うん、年代によっても辻っていう人もいるよ。あ、そうなんだ。辻って言えば土だし、辻って言っても土だ。今ちょっと最後土だって方言なんだけど。アメリカ語とイギリス語。そんなす心で。んだっけの、はい。んだっけの、はい。
だねっていう、だねそうだねみたいな。文章になってる方が分かりやすいんじゃないかなと思う。まあ、そうだろうね。じゃあちょっと、ちょっとじゃあこれちょっと今何の話してるかちょっといきますよ。はい。え、分かった、これだったらじゃあ。うん、分かる。すごい、本当に。でもちょっと早いからあれだけど、病院に行くので、つっかけ履いて、ジガマとかに言ってた？なんか凍ってるからって言われじゃないの？そう、道路が滑りやすくてっていう。自分自身は履いて出てくは分かりました。え、本当？そこは分かりました。履いて出てくぐらいは聞き取れる。あとなんか新年会が忘年会がどうたらって言ってましたね。なんて言ったそこは。いやちょっと早すぎて。早すぎる。最後までよく分かる。これまだ途中だってことね。こっちはどこで切っていいかも分かんないから。ちょっと、最初がちょっと聞き取れなかったんだけど、うん、病院に行くのに、うん、つっかけ入ったらとかって言ったでしょ。つっかけが分かんない、そもそも。つっかけサンダル。あ、サンダル。ちりこさんだかちずこさんだかっていう人が何したって言ってるのか、ちょっともう一回聞かないと。もう一回聞かないと。はい。ちょっと同時通訳して。つっかけ入って貼ったキャッシュなまで。ノータラスケ。そう、ノータラスケって言っておりますか。何ですか、ノータラスケ。例えば雪がいっぱいとかどっさりとかたくさんとかっていう意味。そうなんだ。ボコついて杖をついて歩くようになったって。ああ。チルコさんの子に遊びに行って。ああ、そういうことだ。連れ子って言ってんのかと思った。名前だともチリコドゴサって言うから、チリコのところに遊びに行って。チリコドゴサ遊びに行って。あ、本当だ。これ何？チリコアレサイテラベナーって言うから、あれに行ってるでしょって、うん、新年会と忘年会を一緒にやるとか言ってたからみたいな感じ。すごい、なんかイントネーションが津軽弁に寄ってきたけど。津軽弁で喋るにいいよ。わたけ何ね。これなんか動画かなんかである？そうそう、ある。見たことあるような気がする。有名なのか。すごい、200万再生されてるわ。カダネベナーっていうのは仲間に入らないっていう意味。千鶴子さんは仲間に入らない。これやるのにかだる人とかっていうの、一緒にやる人とかって。あ、それをしないかだねべね。なるほどね。すごい深いっす。深いですね。なるほど、そういう感じで。ありがとうございます。はい。勉強になりました。これ何するの？わからない。オラド、はい、オラド、なんて言えばいいの？わからない。オラド、知らね、知らねっきゃ。はい。はい。だっけのー。はい。へばなー。はい。へば。はい。じゃあどうも。はい。はい、失礼します。はい。はい、若々しいお母さんです。ヘバナーっていうのがそれじゃあね。ヘバナーっていうんですね。どうするんですかこれ。どう動画にするんですか。そうはわからない。いろいろ知ってる表現もありますが、ドサユサとかね、有名ですね。たくさん。
土佐湯佐どこ行くの、あ全然違った、温泉とかお風呂、お風呂土佐どこさ行くだ、ね、あなるほどね、どこさ行くだが土佐、なるほどな、津軽弁の血が入ってるんですね、津軽弁の血、そうだ、なんだっけ、喋れば喋って喋られるし、喋れば喋れて喋られるとかですね、えどういうことですか、これタントゥスターですね、ああそうなんですね、ある意味タントゥスターだと思う、おばあさんの家貼ってありましたよ、津軽弁のタントゥスターが、あそうなんですね、やってました、やってたんですけど、もう全然覚えてないですけど、まあ、これはよく覚えてる、なるほど、喋れば喋ってて喋られるし、喋れば喋れて喋られる、うまくいけばトリリンガル、あ、クワトリリンガル、ああそう、韓国語入れて、そう韓国語入れたらね、うん、なってたかもしれないですね、今のなんて言ったか分かります、喋れば喋ってて喋られるし、喋れば喋れて喋られる、普段から津軽弁を喋ってれば喋れるし、喋ってなかったら喋れない、なるほど、違う、答えは喋ったら喋ったって言われるし、うん、喋らなかったら喋らないって言われる、どういう意味ですか、だからなんか喋ったらおいお前喋んじゃねえみたいな感じ、ね、喋らなかったらなんで喋んないんだ、なるほどなるほどなるほどって言われるっていう、そういう担当ですこれ多分津軽の人はそうそうってなってると思いますので、すごいね、津軽がどんどん英語系チャンネルで伝染して、ね、そうですよ、よかった、ね、もしかしたらねめちゃめちゃ数字取れる人になってるかもしれないですよ、うちの親がもしかしたらこれがねミリオンいくかもしれないですけどないわそう、私もね英語系 YouTuber としてはちょっとあるまじき感じで、はい、もう津軽弁が確か去年の1位だったかな、そうだったんですね、そうなんですよ、全然英語関係ないっていう、じゃあ、はい、それだけのポテンシャルあります、津軽弁は、ぜひ津軽弁、ね、はい、皆さんも勉強してみてください、障害教育にやってみてください、はいはい、朝のチャンネルも貼ってありますので、はい、朝発音やってますから、そう、発音マスタークラスっていう、ヒューストン大学の教授、発音のエキスパートの人と一緒に作った、はい、ニックっていうね、アメリカ人と一緒に、はい、ディリバーしてるレクチャーとか、ディスティンクションのアプリとかも最近作りましたの で、はい、ぜひぜひチェックしてください、はいはい、津軽弁の発音も解説して、それはやってないですいつかね、お母さんとコラボして、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、はい、ご視聴ありがとうございました、 Thank you for watching、 バイバイ。